来た。こんにちは、ゆたかさん。この動画内でもぐさ傷つきますよね、コメントでいろいろね。ありますよね。まあ気にはならないけどね。まあでも中にはやっぱり傷つくというか、すごくあっていうようなコメントもありますよね。それは人間だからやっぱりね、見てしまう。まあそれはな、カッとなる時もあるし、ね、ありますよね。でこの YouTube の豊さんのこの動画のいろいろある中でも、やっぱりこのマナー、例えばヤジだったりとか応援のマナーについても取り上げたことあるんですけれども、先日阪神の公式 X 旧 Twitter が観戦マナーに関するお願いというものを出しました。で今シーズンもご来場のお客様一人一人が観戦マナーを遵守し、全ての皆様が楽しく快適に観戦できる環境を作り上げ、健全な応援でチーム選手を鼓舞していただきますよう心よりお願いいたしますというような文言を X に掲載しました。さらにこの公開された動画には、球団 OB の能見さんがスーツの姿で登場して、くたばれ、消えろ、帰れとのテロップが流れたところで、その言葉あなたが言われたらどんな気持ちですかというふうなコメントも出して、忘れないでほしいと、選手もチームも野球も好きで応援していることを、すべての選手に愛のある声援というふうな切実な思いを口にしたというふうな、この動画も出ています。今いやこれは難しい問題だな。まあ確かにモラル、それも大事。でも敵として戦うんだったらどんなことをしてても勝つ、そのためには我々もファンも加担をする、ね、そのために汚いヤジ、ね、そういうものも飛ばすみたいな。どうなんだろうね。これは面白いと思うよ。まあ昔のね、そういうヤジだったっていう、昔半端なかったから。昔はそうでした、ね、それ張本さんがさ、はい、ね、フェンス乗り越えてバットかざして殴りかかったっていうのは分かるぐらいのヤジもあったし ね、 これはね、昔から伝統的にやっぱあるもんなんだよね。どうなんですか、まあ、だから今の時代って、ね、モラルがさすごく大切で、そのやっぱりこう静かに、ね、自分たちのチームを応援したいっていう人も中にいるだろうし、で逆に言えば相手を罵倒するみたいな、そういう味方を応援する、罵倒してるんだけど自分たちは応援してるっていう、こっちをね、そのために力を発揮できないようなヤジを飛ばす、これも戦いの一つじゃ一つなんだよね。別なんか、まあ、擁護してるわけじゃないよ、はい、擁護してるわけじゃないけど、それも戦いの一つっていうことは、まあ、あるなっていうふうに考えるよね。多分本当に一部のファンだと思うんですよ、その大勢の大半のファン、まあ、もちろんタイガースのファンもそうですし、他の球団のファンの方も、大半の方は気持ちよく見たいしっていうのはあるんでしょうけど、やっぱり一部のファンのマナーが行き過ぎちゃってる、同じ阪神ファンの中でもやっぱりそういうマナーの悪いファンは嫌だっていう人も大勢たくさんやっぱりいることはいますし、あの4月6日に神宮球場で行われた阪神対ヤクルトの一戦なんですけれども、はい、その一部の虎のファン、阪神ファンが試合中にくたばれ、読売、総れ、イケイケと叫び、これ神宮球場ですよ。巨人と戦ってるわけじゃないんですけど、巨人が最大の敵だというふうに思ってるからね、とだったりとか、ヤクルトどうしたらいいか分かんない、ね、どうしたらいいか分かんなくなっちゃいますし、そこら辺とかね、なんかこう本当に自分のチームというか、まあ、勝たせたいのか、それともストレスが溜まっていてプライベートのそれの吐き口 にしちゃってるのか、両方かも分かんない、ね、両方か分かんない。そっか、ただやっぱ近年、例えば去年だと青柳投手があれ X だったか SNS にやっぱりその行き過ぎた暴言だったりとかもやめてほしいっていうのも書きましたし、あと選手たちもやっぱりそのベンチ、あの試合終わって帰っていくときにちょっと選手と揉めるようなというかあったりとか、やっぱり選手側は嫌だっていう人の方が圧倒的に多くなってるのかなっていう、あの神経質になりすぎてんじゃないかなと思うよね今ですか、コンプラとかあるしさ、ね、パワハラとかあるし、もちろんもちろん、だから そういう言葉に踊らされて、なんかそういうことがもう絶対いけないことだっていう、いうことになってる。まあ確かにマナーとすればそれは品はないっていうふうには思うけども、だからそれも野球の一つじゃないのかなっていうふうには俺は思うけどね、昔からやじられてきた男としたらね。そうか、そうか。でもそれがまあ例えば甲子園であったんだけど、だから大きな声でやじる親父がいてね、そのやじられたことに対してこう帽子を取って礼したら、
なんか向こうが黙っちゃって、みたいな、意外な展開だみたいな、ガガーとか言って、お前のことは好きだとか言って、急にコロッと。コロッとか、やっぱりね、気は心で、なんていうのかな、まあそういうのも楽しめばいいのかなっていうふうに思うけどね。まあ、ただ、選手とかが嫌だっていうふうな場合は、やっぱりそれはね、やめてくださいっていう場合は。やっぱりいい成績を残してる人はね、やじられないよね。額面通りの働きができなかったら、まあ、やじられるし誹謗中傷を受けるという、これはもう責任としては当たり前かなっていうふうに、まあ、選手は感じ取るべきだな。あとやっぱりちょっとね、その野球とは関係ないところで何かに乗ってしまったとかでやじられたりとか、だから球団の戦いだったらいいじゃん、別に個人攻撃じゃなければ、個人攻撃じゃなければ、まあ、個人攻撃はあまりにもね、ちょっとね、ちょっとかわいそうすぎるなっていうところはあるけど、まあ、昔から個人攻撃はあったよ、で多分そのワードでしょうね。あとは例えば死を連想させるようなものだったりとか、まあ、ね、まあ、脅しとか、そういうのは良くないよね。もちろんもちろんそうですし、あとは選手側がやめてくださいって言ったら、もうそれは刑事事件にももちろんなり得るようなことですから、それ提出すれば例えば犯人突き止めたりとかして逮捕される、まあ、そうですね、多分今のことですよね。まあ、そのぐらいやってもいいと思うよ。でも、そうするとそんな悪質だったらね。そうですよね、まあ、昔はやったよ、田代さんがもう集中攻撃、広島戦で田代ー田代ーってめちゃくちゃこう通る人がいる、通るんだお前の顔はなんで四角なんだとか言ってひどーだとーっと湧くわけよ。あ、ね、とか、まあ、いっぱいあったよそういうのは。これってあの野球の例えば高校野球とかでもこれってあるんですか。まああるだろうね、高校によってはね。 あるんだ。甲子園ではあんまり、例えば夏の甲子園とかで聞こえないんだよ。聞こえないだけ。まあ全国から来てる分にはどうやってやじっていいかも分かんないよね。だから地方大会になるとさ、はい、やっぱりライバル校がいるわけよ、ここを破らなきゃいけないって言ったらさ、やじの一つも言ってやろうみたいなさ。でも多分今あるよね。あるんですか。でもそれやると多分今、例えばね、親御さんだったり先生がやめなさいだったりとかあるんじゃないんですかね。どうなんだろう。まあ、もう全く分からないんだけど、もうそういうことあんまり気にしたことないからさそうかそうか、ただ野球ってこれ多分シウマさん、ただね、あの選手として言えば阪神の選手で、例えば読売を攻撃をしてると、替え歌になってると、まあ、そうなってくると阪神ファンもっと品よくやろうぜみたいな、そういうのは思う時あるよね。だから例えば俺が太陽のベンチにいて、ね、相手の攻撃をしてる、でベンチの中でも相手の攻撃じゃなくて、自分のチームの選手を鼓舞するために声を出してるのに、なんかこうヤジっていうとやっぱなんかこう選手もファンも一緒だという風な感覚あるから、だからあもうそんなこと言わなくていいのになって思う選手はたくさんいると思う。そうですよね、だから選手あってのファン、ファンあっての選手だから、まあもうなんていうの、そこら辺は選手がどう思ってるか、ファンがどう思ってるか、それをこう認め合いながらやっていくのが一番かなっていうふうには思うけど、だってその感染を大人だけじゃなくて小さいお子さんとか、ね、女の子男の子がお父さんお母さんと一緒に来てる中でそういうワードが飛び交ったりすると、その子たちもあいいんだそうなんだ応援するときってっていう、そのワードを普通に友達に使ったりとか学校で使ったりとか、まあ、それがいじめんないにつながったりとかするっていうのは危険な状況だよね。子供が率先してハチマキやってこんなやこんなやってたりしてな、それは怖いな将来がな、大丈夫かなって思っちゃう、将来が怖いな怖い怖い。だからまあ子供にね、やっぱこういい野球を見せる、見るマナーを教えてあげる、これはやっぱ大人しかできないことだからね。まあ日本になって、まあ、やってほしいとは思うけどね。で学校に行ってね、それを教室でやってて先生にダメって言ったら、いやだって野球の観戦してたらみんなファンはこうやって大人は言うから、なんで僕ダメなんですかって言ったら、まあ、そうだな、示しがつかないというか、ね、何も言えなくなっちゃいますしね。ただ何にも言わなかったらまたストレスがたまるのかもしれないしななんか家とかね、居酒屋でみんなでマイマイしながらそういう風に言うのはいいんでしょうけど、いやそこだと喧嘩になるよただ今本当にファンの中でもそれを注意し合ったりとかしてるファンの方ももちろん中には喧嘩になるよ。喧嘩になりますね。でも言ってる方もいらっしゃると思いますよ、まあ、それはそうだな、それはちょっとその品がないとか、ちょっとそれはやめましょうよとか、多分同じチーム内のファンでも言ってるのかなって思いますし、まあ、ただね、これはね永遠のテーマだよ。だってさ、ツイッター、SNS で誹謗中傷がなくならないっていうのはさ、ね、球場に行ったってなくならないよ。
そうなんですけどね、やっぱちょっと刑事事件とかになって、うん、ただっやっぱ本当に死を連想させるとか、うん、脅しとか、うん、そういうのは良くないな。そうですよね、例えば お前ん家に家に火つけてやるぞとか、うん、そういうなんかちょっと命の危険性を感じるようなそういうものはもちろんダメですし、うん、確かにそうだな、うん、火をつけるぞって実際につけるやつはいないけどね、多分、まあ、多分いないと思うんですけど、やっぱりそれで恐怖になってしまったらっていうところもありますし、あの以前あのシウマさん、ナンバートレーナーのシウマさんがいらしてた時に、やっぱり野球ってもともとすごく実は野蛮と言われてる、ね、ものなんですよと。野球の用語全部死を連想させるようなワードで、デッドボールってあの死の球っていうじゃないですか、デッドボールだったりとか、あと併殺打も殺すって書いたりとか、盗む盗塁死とか走塁死とかね。そうなんですよ、まあ、そもそもちょっとこ怖いというか、なんでそれにしちゃったのかっていう。いや、まあまあそういうスポーツだからね、まあ、それはしょうがないんだろうけども、うんうん、だけどまあそうだな、まあ、行き過ぎたっていうのは、うん、やっぱみんなちょっと注意し合ってね、はい、まあ、やった方がいいのかなとは思うけど ね、プラス球団側がこういう声明を、まあ、能見さんもそうですけど出すということは、まあ、サッカーは締め出しにするからね。あ、そうですよね。そうそうそう、あ、出入り禁止もありますよね。そうそうそう、うん、だけどね、そういうファンが実はチームを強くしてるんだよ。まあ、そうか。いや本当に、うん、俺そう思うけど、やってる行為っていうのは俺は悪いと思うけど、それだけ熱いファンがついてるチームっていうのはやっぱ強くなってんだよね。そうか、うん、いたし返しなんだよ、うん、相手チームのファンは嫌な気持ちとかにはな、いやそれはなるよ ね、だけど、まあ、味方を攻撃するとね、うん、強くなる。あ、味方をね、自分のところ自分のところか。だから逆に相手をこう、うん、誹謗中傷すると、うん、相手が強くなっちゃうから、まあね、一致団結しちゃってるってことですか。そうか。でもだから敵を作るとみんな団結するからさ、チームって、うんうんうん、そういうこともあるし、いや逆にそういうヤジで足を引っ張ってるかも可能性があるし、ね、それもありますね。そうそうそう。で、かつてこういう声明を球団とかが出したっていう裏側にあって、何があってこういうことになってるのかとか、ここまで出さないといけない事態になってるっていうこともやっぱりファンは考えないといけないなっていうのはありますしね、まあ、自分が吐いた言葉は自分に必ず戻ってくるっていうのは昔からの言葉で、いいことね。うちのひいおばあちゃんが天に向かって吐いた唾は自分に戻ってくるって。でも避けれるけど、避けれる、もう元も子もなくなっちゃったけどって言ってますし、やっぱその言葉でね、その方のなんか人格って分かる気もしますしね。まあ、そうそうだな、まあ、もらうしかないけども、うん、まあ、できる限りね。そうですね、まあ、あのお子さんを意識して、ね、そうです、そうです、うん、やってくれると、うん、そういう言葉は多少なりとは少なくなるかなっていうふうに思うね。そうですね、はい、はい。